にちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はいつものこのメイク、毎日メイクからちょっともうね、高悦ガールを何回も見直しててハマりすぎてしまっている石原さとみさんへのメイク、モノマネではないんですけど、毎日メイクからちょっと変えられるのかっていう実験をしていきたいと思います。はい、ではお願いします。まずは今の毎日メイクには涙袋がちょっと足りないので、涙袋をプラスしていきたいと思います。石原さとみさんのメイクするときは涙袋結構がっつり塗ってるからね。はい、涙袋の線を描いて、とりあえずまだぼかさずにマジョリカマジョルカマジョルックのイルミネーターのベージュの部分を涙袋に入れていきます。そしたら濃いめのブラウンを目尻3分の1ぐらいに塗っていきます。逆も塗ります。はい、では目尻3分の1に入れていったら、そしたらですね、ちょっと薄めのブラウン、石原さとみさんメイクするときに使うんですけど、ブラウンの355番、こちらをこの真ん中のブラウンぐらいのブラウンで目尻に入れていきます。いつものメイクにね、重ねると結構目尻だけね入れていきます。もうたださ、ちょっとさ、完璧じゃないから、もう雰囲気だけちょっと持っていきますね。言い訳してる。ほんと好きだから、もうずっとブレないよ。石原さとみさんと安室奈美恵さんはね、ずっとブレません。で、そしたらブラウンのアイライナーで目尻下げラインを引きます。これも重要なんだよね。はい、下げラインを引いていきました。そしたらやっぱりね、一番は鼻筋もスッキリしてますから、鼻筋もスッキリさせていきます。なんであんなに綺麗な鼻筋なんでしょうってぐらい鼻筋通ってますもんね。ローズシャドウもプラスして鼻が高く見えるようにします。ここをね、狭めに塗っていくのがコツでした。石原さとみさん、ここがシュッと本当にしてるので、狭めに作っていきます。はい、では鼻筋塗っていきました。そしたらハイライトを、もう白も使っちゃいましょうね。今日は細ーく入れます。細ーく、もう細くね、シュッと塗っていきます。で、また白の部分、ここの目頭三角形にも入れます。手でもしっかりがっつり入れます。手で入れるとね、結構ハイライトがっつり入って綺麗に発色しますね。ツヤを出します。はい、ツヤを出してます。鼻筋のこの真ん中の部分にもツヤを足します。そうすると結構綺麗なツヤができます。こちら、ちょっと唇がぷっくりするようなグロスを上から塗っていきます。はい、あとはね、チークをもう頬の中心に塗っていきます。ほんと結構中心目に塗ります。ピンクのやっぱチークはね、欠かせないって思いますね。内側の方にいつもよりも、自分の毎日メイクよりも内側の方にチークを足していきます。はい、じゃあ内側の方にチークを入れていきました。はい、こちらで完成です。自撮りの角度です。イエイ。少しはね、前みたいな感じに、さとみさんみたいな感じの雰囲気に近づけたのではないかなと。いや、そんな、ちょっと全然及ばないですけど、久しぶりにね、やってみたくなってしまったので、ちょっとゆるい感じの、本格的な感じではないんですけど、ちょっと毎日メイクにプラスしてできるかなと
思ってやってみました。石原さとみさんのメイクを作る私流のコツなんですけど、やっぱり石原さとみさんといえばちょっと垂れ目な印象があるので、もう涙袋をしっかりがっつり作ることと、目尻3分の1にブラウンを入れてあげることと、目尻のこの部分を結構濃いめのブラウンを入れてあげると垂れ目になりやすいので、目尻こういうシュッっていう線のラインも大事ですし、あとは鼻筋がやっぱりすごい綺麗なので、その鼻筋を綺麗にすくってあげることと、チークはこうそのメイクによってはまた違ったりするんですけど、この中心の方に入れてあげると石原さとみさんらしいあのメイクになれるので塗ってます。でリップもちょっとぷっくりしたリップが作れるように、あのさっきのボリカシリーズはちょっとぷっくり唇を見せてくれるので、効果を利用して唇をぷっくらさせました。はい、あとまつげとか、まあ、眉毛はいつも通りの自分のメイクなので、まあ、また本格的にあの新しい感じの石原さとみさんのものもできたらなと思います。はい、今日はね緩い感じの動画になっちゃったんですけど、今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。